T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。どんどん潜っていくと、まるで迷路のようになってました。分かれ道が多いね。あれ？なんか光ってる。今来た場所ってことか。あ、違うな。今下の方が光ってたね。もしや正しいルートが光ってるのか。ああ、そうかも。すぐは光らないんだな。でも合ってそうね。そのようです。マップに変化はないか？じゃあ倍速で。構造は違ってきてるね。ちゃんと進んでいるようです。お、どうやら着いたかな？そうみたいね。海底神殿だと？何それすごい。ロマン溢れます。乙姫様とかポセイドンとかいるのかな？その並び。お。ポータルか。ついに開いたね。そうか、ここだったのか。おお、まさかこれが海底神殿域とは。特に変化はないようです。またでかい扉。ああ、この穴か。二つの紋章を集めろってこと。多分そうですね。それにしても広そうだな。おわ？うお、ラミアみたいな敵がいる。色が変わるんだな。まあなんとなくこっちに来ちゃったし、このまま進んでみましょう。は？いきなり押しつぶされてる。いや見てなかったなー。まあもう実質デメリットはないし、セーブから近ければ問題ないです。まあね、そんなに欠片は奪われなくなったもんね。大した痛手ではないですよね。なるほど。未来なら水中だから進めると。よくできてるねほんのちょっと水面より飛び出るんだな。面白い。何気に曲のこの部分が好き。かっこいいね。竹の渓流の BGM を、ちょっとだけアレンジしてますよね。ああ、いけない太陽ってやつね。はい。ギリ間に合った。え、ボス戦のような雰囲気。そういえば、会話するのを忘れてますね。新たなエリアだから話してくれたかもね。今更の初エリアで忘れてました。変化すればいけそうだな。よしよし。スピードが遅いから親切だよね。でも逆に待つ時間も多くなりますね。ああまあね。やはり緑コインだったか。
危な。敵さえ倒せば楽だった。挟まれないでよ。そんな具は犯しません。多分。まだ行けそうな場所が多そうだね。分かれ道が多い印象です。ああ、くっそー。ちょうどいい回復。濃淡ほど嬉しいものはありません。気が大きくなって多少のダメージなんか、何も止めてません。そうやって油断するからやられるんだよ。気をつけます。過去は水がないんだな。あるにはあるけど少しだね。ああ、上に行ってないや。まあいいか。隅々まで探索するのは、また今度にします。疾風の旅？旅だから。旅で旅ですか。なんだと。水の上を歩いてる。まるで忍者。だから忍者だっての。水遁の術か。なるほど。水面ギリギリの棘をよく見ると思ってたけど、この能力のためだったんだな。止まらない限り歩けるのね。これはすごいぞ。戻ってきた。今のがウェルートか。コツを手に入れるためだったんだな。じゃあ二つの紋章はしたかな。こちらは何でしょう。ポストか。あ、なんだよ塊か。これだけ。雰囲気はものすごくあるけど。ですね。まるで水族館です。まあこちらが意味ないとなると、先ほどの下ルート、左右に道が分かれてますし、両方で紋章を見つけてくるんだろうな。きっとそうね。まあ右でいいか。お、早速トゲ水面。これってさ、その靴がないと無理じゃない？ほんとですね。体力満タンでも間に合わないかも。先に上に行って正解だったね。今回は勘が正しかったようです。走っていかないといけない以上、スタートさえ合っていればいいんだよな。見た目はものすごく怖いけどね。すごいな、全面トゲ水面だ。常にボタン押しっぱです。その方が安全ね。泳いでも行けるけど、ここはせっかくだから走っていきたい。気持ちはわかるー。あ、ここって。はい、新オープニングのシーンが早くも登場です。ここだったのね。だから水面を歩くのとか、思いっきりネタバレはしてましたけどね。でも見てくれる先輩方はみんな優しいから、そこはあえて触れずに、一緒に驚いてくれたと思います。うん、そうだね。若干押し付けがましいけど。え？ああ、やっぱり水中ダッシュだと無理か。つまり水中で敵は倒せないんだね。そうなります。そもそも剣が触れませんからね。ダッシュも移動限定のようです。今更ですけども。
ほっと。右下の隙間。今回は気づきましたよ。やるじゃない。ちょっと待った。結構ギリギリだぞ。よし。ここもちょうど歩けるようになってるんだな。このステージはそういう作りなんだね。やったー。残りいくつぐらいだったかな。まだまだあったと思うよ。先は長いですねー。あ、ここは流された方が早いな。そこから落ちるのか。忘れずにセーブしておこう。セーブせずにやられても、緑コインは取ったことになってますけどね。それなら安心。そしてその隙間って、今みたいに倒すためなんだろうね。優しい設計です。かわいそう。水の上を歩けばいいのに。うわぁ、上から目線の忍者。ここも上に行けるんだな。未来でだね。おっと、すぐここで変化できました。また。止まらないんでしょうか。左にも行けそうです。また変化が必要ね。緑コインではなさそうだけど、行ったり来たりが必要になりますね。ちょっと手間かしら。そういうのはまた後にして、今は進めるところを進む感じで。オッケー。あ、ここも変化ラインが近いんだな。ぐー、届かない。こいつらね。ちょ、全部外れ。それは向こうも一緒です。じゃあせっかくだから、ここは戻ってみるか。まあ近いしね。ぬぬぬ。塊か。まあいいですよ。目標の2000まであと少しですし。かけらだって大事です。帰りもカットせずにお楽しみください。せっかくの初エリアですから。まあね。じっとしてれば当たらないんだね。あの上のやつは邪魔。ここでじっとしちゃダメだよ。違うんです、隙間が。固まってたんだ。悔しい。右にありそうだけどないのか。え、これ月の紋章。いきなりゲットだね。月とくればもう一個は太陽か。きっとそうだね。さっきの濃淡はもう一つのルートの最後か。覚えておこう。じゃあ次はこっちだ。こう見るとわかりやすいね。思考に行って戻ってくる感じですね。またこういう入り口。そもそも上に行かないと無理なんだな。靴は必須ね。
このタイミング系は楽。一つくらいずれてるやつがない限り、最初さえ合ってれば大丈夫ですね。一瞬焦るけどねー。右に行く必要ないかと思ったけど、両端だけじゃなくて、変化ラインもあったなと思い直しました。これはきっと必須でしたね。わざわざ用意されてるくらいだもんね。あ、くそー。なるほど。この順番じゃないと進めなかったな。あーもう。この隙間で倒せと。まだいた。ちょ。何やってるの？動けません。助かったー。あのまま積んだかと思いましたよ。まさかのあの方の登場でびっくりしたよ。作品を超えて友情出演です。過去に友情があったの？ノーギャラで頑張ってくれました。わけわかんないから。左にコインか。ここは帰りだろうな。壊せる壁。でも壊せない壁。水中だと無理ね。そのための変化か。なるほどねー。あれ？進めないじゃないか。未来でわざわざ壁を壊しただけなんだ。そのためだけの変化か。しかしなぜ未来で壊した壁が過去でもないことになってるんだ。そんなところ気にしちゃダメだよ。そうですよね。すみません。平行世界みたいに捉えた方がいいですね。そうそう、敵だって同じ動きのままだし、落ちてくる木の実とかもそのままだったでしょ。そうでしたね。一応時代は違うものの、起こっていることは同時なんだ。理解が難しいけどねー。ああ、左に戻るのはきつい。ダッシュじゃないと無理なレベルだな。いた。ひえ？両端の配置が絶妙。さっきからだいぶ助かってるね。左右に分かれてるな。右の方が狭いか。おっと、紋章だね。やりましたー。そうか、こっちがゴールか。考えてみれば当たり前だったな。あ、緑コイン取り逃してる。結構前にあったね。まあせめてここだけは言っておこう。取り逃した緑コインとか、言ってないエリアはまた次回に。やっぱり塊だけなんだな。はや。おお。でもこれでめでたく2000を超えたぞ。ほんとだ。あれ、戻れない。あ、もしかして開く？なんだよー。まあ今は紋章の扉が気になるし、このまま進めましょう。回復したい。でも皆さんも覚えてますよね。これ。ああ、覚えてたんだ。珍しく覚えてました。まあどっちにしろ来れる場所ですけどね。
よし、戻ってきた。何が待ってるのかしら。怖いですね。化け物とか出てこないよな。ありえるよ。まずはセーブだろ。ついでに2000も貯まったし、覚えに戻るか。あれ？会話？ああ、ようやく聞けるのね。場所が違っても話してくれるんだな。違うエリアに行ったらダメかもだけどね。やはり音符もありますか。そして念願のこれ。3倍のダメージだもんね。これはすごいぞ。受け身に回るって防御とか。チャージだから待つんじゃない。どうなんだろう。防御ボタンはなかったと思うから、待つのが正しそうですね。で、おそらくこれで全て覚えました。さらなる追加がなければね。もうじゃあかけらは必要ないんだな。ほら、ヒントをもらうのとかに必要だよ。それもそうか。はい、見ました。光ったね。しゃがむから、ではなく、ただ単純にしばらく待つと、チャージされるようですね。確かに少し太くなってる。じゃあ入るか。お、ボス戦ではなさそう。疲れましたよ。やったー、癒してー。太陽と月の神。進行しなくなって力も弱まったのか。意味ないって教えてくれないな。ほんとだね。神子にでも頼みますか。それ違うゲームだから。もしかして音符かな。いやー、照れる。おう、愛の音？いや、愛の音か。これは価値があるなぁ。重みがあるね。大事に届けましょう。さて、じゃあ今回はここまでとします。次回は音符を届けつつ、取り逃した緑コインなどを回収します。お楽しみに、ノッタン。また見てくれたら嬉しいな、ノッタン。